キリンラジオ劇場。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場。柳沢君雄原作、河村達樹脚色、とんだカップル。出演、神谷明、榊原郁恵、源田鉄章、尾身俊則、石原真理子、その他の皆さんです。山場くん、頼むから他のとこ探してくれよ。私も決めちゃったんだもん。それにここ気に入ったわ。冗談じゃないよ。とにかくさ、ここ開けてくれよ。ダメ、私今着替え中。そうか。なあ、とにかく俺困るんだよ。わかるだろ、高校に入った途端にさ、同級生と同棲してるなんてバレちゃったら俺困るよ。どうせですって。冗談はよしてよ。私はちゃんとお家賃だって払ってるんですからね。あなたは単なる大家さん。どうでもいいけどさ、着替えの途中で出てくんなよ。キャッ、バカも見ないでよ。エッチ。結局 K は曲がり人として堂々と住み着いてしまった。あいつが何気なく振る舞うのと反比例して、大家であるはずの俺はこそこそと卑屈になっていった。あれは俺が K を変に意識していたせいかもしれない。新入部員諸君、よくぞこの伝統あるボクシング部に入部してくださった。ボクシングこそ男のスポーツだ。可愛い子ちゃんに持ったければボクシングに強くなろうではないか。俺はケイトのむしゃくしゃを晴らすためにボクシングでもやってみようかと入部したんだけど、このキャプテンの小田さんを見ている限り、ボクシングイコール可愛い子ちゃんにモテモテっていうのは信じられないな。ところでだ、この新入部員の中にお姉さんか年頃の妹なんかがいるやつは後でわしに紹介してくれ。ああ、やっぱりモテないんだ。ゆうすけくん、ケイちゃん、わし、ああいうタイプ大好き。ちょっと失礼します。バカ、なんであんなところで気軽に声かけるんだよ。いいじゃないの、クラスメートなんだから。普通のクラスメートってだけならいいけどさ。普通じゃないの？一緒のうちで寝起きしててどこが普通なんだよ。だからいろいろと連絡事項もあるわけじゃない。私さ、テニス部に入ったの。それでね、今日テニス部の人が遊びに来るの。あ、まさかうちへ。バカ野郎、うちへなんかなんて呼んだんだろう。俺と君が一緒に住んでるのバレちゃうじゃないか。バレたら二人揃って退学もんだぞ。分かってるわよ、私だってずっと断り続けてたんだから。でもね、あんまりほら変に断るとさ、反対に疑われるんじゃないかなと思って。だから初めから君がよそへ行けば。あ、まだそんなこと言ってるの？男らしくない人。じゃあ俺は一体どうすればいいんだよ。だからさ、部長が帰るまでどっかで時間潰しておいてよ。ね、お願いね。バカだね、あそこは俺ん家だぞ。遅くまでお邪魔しちゃったみたいだな。あら、もう9時。森さんたら
お話が上手いから時間の経つの忘れちゃった。君みたいに可愛い人にそう言ってもらえると嬉しいよ。可愛いだなんて、私。そうそう、君が一緒に住んでるお姉さんにも会いたかったな。お姉さん、あの人ね、あの人いつも遅いんですよ。でも、もうそろそろ帰ってくるかな、ゆうすけ。ん？庭に誰か。猫みたいよ。森さんたら脅かさないでください。いや、ごめんごめん。でもこの辺は痴漢が多いって聞いたから。痴漢？あったまくるな。もう大家の俺がなんで猫の鳴き声までして庭にいなくちゃいけないのよ。しかももうここに2時間もいるんだからね。やっぱり誰かいるみたいだね。やだ怖い。大丈夫さ、僕がいるんだから。ケイちゃん、何をするんですか。ケイちゃん、高校生になったらそれなりの付き合いをしなくちゃ。わかるだろ。いや、やめてください。可愛い子ちゃんはより可愛く男に抱かれるものだよ。やめて。やめろ。なんだ君は。ゆうすけくん、待ってろ、今そっち行くから。あっ、いでえ。だらしのないナイトだぜ。窓から転がり込んでくるとはね。うるえ。待てゆうすけ、このドスケビはわしに任せろや。おだキャプテン。キャプテンは K の後をずっとつけていたらしい。俺たちのことを嗅ぎつけた第1号だった。そしてこれがまたモンスターウェーブのうねりとなって俺を襲ってきたんだ。僕ね、犬飼ったの。え、どんな犬ですか？うん、足が長くてさ、とっても美人のコーリーなんだよ。いいな。それでね、たるみって名前にしようかなって思ってんだ。いや、嬉しい。それじゃあ私もね、うん、もし犬飼ったらお兄様の名前つけますね。あ、そう、嬉しいな。いや、美しい友情だよ。たるみちゃん、それどんな犬が欲しい？そうですね、お兄様の名前つけるから、うん、ダックスフンドとか。ダックスフンドって、あの、短い足の？そうですよ。これだよ、これだよ。かわいそうなお兄様にあげます。ハルミの大切なキリンレモン。柳沢君雄作、とんだカップルの放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場の係までハガキでお申し込みください。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場を終わります。